プロボクシング日本ミニマム級ユース王者の森勝樹、23イコール大橋、が再戦を制し、念願の日本王座獲得を狙う。27日に東京、高楽園ホールで日本同級2位として同級王者の高田ユに、25イコールライオンズ、に挑戦する。26日、東京、文京区の日本ボクシングコミッションで前日計量に臨み、1 0 0ム少ない47、5キロでクリア。 高田も 200g 少ない4 7 4キロでパスした。昨年11月にノンタイトル戦で初対決し、5回 TKO 負けを喫して以来のリマッチとなる。前回は森が世界と日本のランキングを保持し、高田がノーランカーの立場だった。約1年ぶりとなる再戦は、王者となった高田に挑む形となる。森は、リベンジしたい。自分との試合後、 相手は世界ランクにも入って順位も上げてきてくれた。今度は自分がそれを奪い返し、上に上がっていけたらいい、と闘志を燃やした。当初は日本王座挑戦者決定戦を経て、日本王座に挑戦する可能性もあったが、挑戦者決定戦を経ずに王座挑戦できるチャンスが到来。試合を組んでくださった大橋、秀行、会長には感謝しています。ここで勝って恩返ししたい。 と気合を入れ直した心機一転で黒髪に戻し昨年1月以来2度目の日本王座挑戦を迎えるミニマム級は元 WBA ・ WBC 世界同級王者大橋会長の階級なので大橋ジムに日本王座がないといけないと強い決意を持って高田との再戦に臨む